続いてはサステナブルファイナンスをテーマにパネルディスカッションを行いますまずはパネリストの皆様をご紹介いたします PRI 責任投資原則 CEO フィオナ・レイノルズ様バンコド・ブラジル SA ブラジル銀行 BB 最高財務責任者兼投資家担当ジョゼ・ヒカルド・ファゴンジ・フォルニ様 株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループ取締役執行役会長三毛金嗣様エネル CFO アルベルト・デ・パオリ様そしてモデレーターはバンクオブアメリカ在日代表 BOFA 証券株式会社代表取締役社長笹田珠夫様ですそれでは笹田様よろしくお願いいたします おはようございます。こんにちは、こんばんは。こちらのサステナブルファイナンスのディスカッションセッションにお越しいただきありがとうございます。私はバンクオフアメリカ在日代表の笹田珠緒と申します。本日は世界中のシニアリーダーの皆様にご一緒いただいております。PRI、責任投資原則 CEO、フィオナ・レイノルズ様。ブラジル銀行 CFO、リカルド・フォルニ様。 エネル CFO アルベルト・デ・パオリ様イタリアからご一緒いただいておりますそして株式会社三菱 UFJ ファイナンシャルグループ取締役執行役会長の三ケ・カネ次グ様です え、ビジネス業界においてのリーダーであるだけではなく、サステナブルファイナンスの草分けでもいらっしゃいます。これはネットゼロへのトランジッションで重要な要素となっております。ファイナンスというのはサステナブルな社会を実現するための鍵となります。 異なる地域、そして産業からスピーカーの皆様にご一緒いただいているということで、サステナブルファイナンスの進捗を世界でどのような状況になっているのかについてお話しいただき、また、これからトランジッションがこれから加速していく中で何を変えていかなければいけないかについてお聞きしていきます。それでは一つ目のの論点ににに移りますますず初めにリーダーダ皆様に どのような取り組みや課題が今現在あるのかについてお話しいただきたいと思いますまず PRI のピオナさんレイノルズさんお願いいたします失礼いたしました PRI はサステナブルなファイナンスを投資家に対して e s g を投資決定に組み込むことで推進しようとされているかと思います 3万5000を超える PRI の原則へ署名した団体があるということですが PRI はなぜこれまで成功されてきたのか投資家のコミュニティに対してなぜここまで推進することができたのかそして彼らの行動がどのように変化したと思うかお話しください。あ、はい、ありりががとととううごごござざいいいいいまますすすさせててただきも質問です まず PRI に関しまして簡単に紹介いたします2006年に国連のシステムから設立されました小さなのですが SDGs にコミットしているということでサステナビリティのキャピタルマーケットにフォーカスを当てておりますそして今現在4000を超える署名団体が PRI にはいます全体として、え 90えその中でも95の署名団体が日本にいます。えこの年えとの中でそのサステナブルな投資をメインストリームにしてくることができたと思っております。そして毎年より多くその 勢いが増してきててきると思っています向こう5年間もそうであると、思いますまたパンデミックの中でさらに投資家の中から認知度が高まっています。気候変動に関する課題、人権の乱用であったり、あるいは平等ではない社会の構造などが長期的なパフォーマンスを害している、経済を害している、それから投資家のポートフォリアについても、またお客様や、 勉強をを受けるる人たちにとととってても害があいいうことを理解していますですので環境やガバナンス社会に関するインディケーターがありましてマテリアリティということも大きく改善してきました投資家たちはそのようなことをインディケーターにきちんと組み込んでいくそしてスクリーニングすることが重要だと認知していますですのでどう成功してきたかというとそのプラクティスを開発してくることができたということですこれから何が必要か何をしていく必要があるかといいますと 環境問題やガバナンス問題について話をしましたがその社会的なパフォーマンスの考慮というものを重要でその SESG の S の部分というのがまだ進んでいません。 まだそこまで大きな規模ではないとか、そこまで優先が高くないというふうに考えられてきました。ですが、この問題というのは相互に関連しています。そのマテリアリティは社会的な問題、人権の問題なども入ってくるわけです。そして、投資家の観点から、そして、署名団体の観点からすると、社会的な課題にもきちんと取り組まなければいけません。ですので、これからも我々はそれを進めていくということになります。その署名団体は、 投資家に対しししてガイダンンススやツーーールを提提供供レポーティングのオーストラクチャーも提供しますそしてそれをどうやってやっていくのかコーポレートの ESG のプラクティスにどう組み込んでいくかということを提供しているわけですその ESG のプラクティスと一言で言ってもそれをどうやるのかということを示するのが我々ですそしてその署名団体がたくさんいるということでそのレジティマシーもありますそして政策立案者にもそれを示すことができますサステテナビリティというのはさらに 金融に関する規制にも組み込まれているということで2006年からかなり進捗をた遂げたと思っております、まあ、15年ほどかかりましたけれども責任のある投資原則はメインストリームになりましたですがまだまだ長い道のりがありますもっとサステナブルなグリーンなそして公正な未来を作らなければいけませんですのでやらなければいけないことたくさんありますそして責任投資原則が本当にポートフォリオに組み込まれた状態にしなければなりません 大変素晴らしいですフィオナさんありがとうございます。ではリカルドさんに質問させていただきたいと思います。ブラジル銀行が二千二十一年グローバル百で第三位の最も持続可能な企業として評価されています。最も世界的にもサステナブルな企業として評価されている中で恩子がどのような物事を実現されてきたのか、そして恩子の中で農業 中心の融資が行われていると思いますが大変資源大国がゆたあ資源に富んでいるブラジルに関しましてはどういった分野において今後はサステナブルファイナンスを広げられたいのかというところをお伺いしたいと思いますまず最初に本日はこのようにご招待いただきありがとうございます。 マーケット指標そしてグローバルレーティングの中で平行は最も持続可能な企業というふうに評価されましたその例として2021年のグローバル100でも我々は評価されましたこちらの議題に関しましてはこれまで長年我々は ESG の観点で企業戦略を組み込んできましたそそしてて事業観光においてもそういもうった。 点を考慮してまいりました。その中でどういった取り組みを行い、どういった業績を実現できたかについてお話をしたいと思います。2005年から弊社は40のアクション、そして110の KPI を設置してまいりました。そしてこれは2023年まで掲げているもの、そして国連の持続可能な目標にも一貫しています。今年はさらに踏み込みました。 10の長期的なサステナブルなコミットメント2030年までにほとんどを実現するという目標を達成を掲げています責任ある投資 ESG 管理をしっかりと行うということを含めて取り組んでおりますそしてグリーンそしてインクルーシブエコノミーにも取り組みを進めております最も持続可能な フィナンシャルシステムとして12か月で16%という数字を達成することができましたサステナブルな農業そして事業にこれだけ貢献することができましたブラジルにおいての大手金融セクターとしまして生産チェーンの中で低炭素の11% に関ししてて1100億といいったような数字を実現していますそして2025年までにはさらなる高い目標を掲げておりますそしてファーマーカスタマーに対しては低炭素排出ということ以外にも社会的メリットを実現するということはブラジルの国家にといても重要な取り組みとなっております。 そして家族経営の農家そして森林管理プロジェクトなども我々は支援しておりますそして自然保護なども行っておりますそしてあらゆるセクターのお客様に対してよりサステナブルなポートフォリオを実現し ESG を実行できるようなお手伝いをさせていただいております あらゆる活動をあらゆるセグメントで後押しすることによって社会的環境インパクトをもたらしたいと思っています再エネ建設持続可能な輸送そして観光水漁業そういった分野においてもブラジルの銀行団体からも支援されております。 これらは主な基準をベースに取り組みを行っております。質問の回答になっているかと思います。リカルドさんありがとうございます。大変素晴らしいと思います。では、MUFG のすぐさんに質問されたいと思いしたいと思います。ネットゼロを2050年までに実現する、そして2030年までに、 温室効果ガス排出量をネットゼロにするというカーボンニュートラルの宣言をされています。では、三菱 UFG フィナンシャルグループの取り組みを、まあ、現状と照らし合わせてご説明いただけますでしょうか。玉尾さんありがとうございます。そして本日はこちらのパネルにご参加させていただきありがとうございます。ネットゼロに関しましては、日本政府 がコミットメントを宣言しカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げていますので非常に力強い動きが出ているのではないかと感じています。東京においては三菱 UFG フィナンシャルグループはメガバンクとして大変大きな規模を掲げています。そして 50カ国において2600の拠点を持っています。コマーシャルバンキングを中長期的に提供し、そしてお客との関係を構築し、多くのファイナンシャルサービス、トランス、信託銀行、そして証券などを扱っております。MUFG は2030年までに3500億 US ドルのファイナンシングを行い、そしてサステナブルな社会を サポートするという目標を掲げています。再エネに関しましても、我々は、グローバルリードテーブルの中でもかなり長い間取り組みを進めております。そして我々はさらに踏み込み、我々の対策をさらに向上させ、加速します。グローバルのカーボナイゼーション、ネットゼロを ファイナンスのポートフォリオにおいて2050年までに実現し、2030年までに温室効果ガス排出量のネットゼロを実現したいと思います。しかしながらこれは投稿だけではできません。カーボンニュートラリティ全体では リーディングバンクとしても実現できないと考えています。我々の顧客、そして日本が国家として脱炭素を実現する必要があると思います。そして経済とのバランスも重要です。そして安定的な供給が持続可能な経済には不可欠です。日本においては、 原子力発電の再開などの問題が依然あります。再エネへの切り替え。そして国内への発電という意味では水に囲まれているということで制約があります。そういった意味でクライアントがグリーンに移行するお手伝いをすることが重要です。そして技術的な後押しを行うことによって脱炭素を実現する必要があると考えています。そして企業の中でグリーンに移行したいという意思。 があるお客様にお手伝いを行うこと、そして、業界構造を変えるための設備投資の資金調達にお手伝いをするということが MUFG にとっての重要な取り組みだと考えております。すぐさん、ありがとうございます。では、アルベルトさん、エネル はエネルギー業界においてはリーダー的ですね。再エネへの移行をされていますし、サステナブルファイナンスにおいてもリーディングカンパニーです。2019年にはサステナビリティリンクボンドなどを発行されていますけれども、こういった中で御社はどういったような取り組みを行ってこられたんでしょうか。ご質問いただきありがとうございます。 この2019年に新しい取り組みを始めました。で、こちらの発明に関しまして、少しご説明をさせていただきたいと思います。我々のビジネスモデルを2015年に完全に切り替えようという意思決定を行いました。そして、完全なるサステナブルなビジネスモデルに変更しようという決定がされました。 そして、経営的なリソースをもってこういった変革を行うということを判断いたしました。当時、350億ユーロだったのが、今現在800億ユーロとなっていますので、これだけの成長が我々の正しい選択によって実現されました。そして、財務的なサポート。 が必要だったんですけれども、グリーンボンドしかツールとしてはマーケットには存在しませんでした。なので、35億のグリーンボンドを発行いたしました。そこで我々は自問自答しました。もう一つ、手段を、選択肢があった場合、どういったものがあるか、今、その当時はマーケットには存在しませんでした。 プロジェクトではなく、我々は戦略に基づいて考えました。通常のボンドよりも低い価格のものは考えられないのか、他と比べて低価格のボンドが必要だということになりました。そして、特定のプロジェクトに焦点を当てるのではなく、全体的な ま改革というのはプロジェクト単位で行うのではなくその変革を全体を後押しする必要がありますそこでサステナブルのボンドを発明したわけですこれがその特徴となっていますそしてディスカウントもしようとしております通常の債券の発行に比べてですそれがなければ ということで、市場に対してサステナブルな企業でもっと利益性を高めて株主だけ、株だけを持っているということではリスクになるということで販売をいたしました。3つ、この重要なことが起こりました。まず1つ目が標準化された金融商品が出た。 二つ目が、その金融商品がメインストリームになったということです。もうすでに500億の発行がされているからです。そして、また今現在、主流になっていると言えます。というのも、トランジッションをサポートしておりますし、ヨーロッパの中央銀行も、 またこの金融商品を購入し始めているからですですのでこれが全体のパッケージです新しい金融商品としてこれからこの経路サステナブルなファイナンスとしてサポートしていくわけですソリューションを提供していきますあらゆる企業に対して異なるステージにいるまた異なるターゲットを持つ企業に対してその経路をお手伝いしていくということになるんです この世界に住むあらゆる人のサステナブルな社会を作るための経路をサポートしていくことになります。その道筋、サステナブルファイナンスの旅路を共有してくださいましてありがとうございます。素晴らしかったです。それでは二つ目の論点に移ります。将来に目を向けてまいります。トランジッションパスというのは、 産業によっても地域によっても異なります。またはビジネスの内容やその時間軸でも異なってくると思います。そこでスピーカーのそれぞれの皆様に考えをお聞きしたいと思います。それぞれの団体ではトランジッションがどのようになっているのか、その中でサステナブルファイナンスがどのような役割を担うのかお聞きします。ではまずフィオナさん。 多くの投資家はいまだに短期的な利益にフォーカスを当てています。中長期的なその戦略や中長期的なトランジッションには目を向けていません。どうすればもっと多くの投資の決定をする投資家たちの背中を押すことができるでしょうかそして企業にそのトランジッションの加速化を図ることができるでしょうかまたトランジッションのパスというのはセクターや様々な要素によって異なると思います。 そのような際にどう取り組んでいくことができるんでしょうか。はい。今、実際には起こっていると思います。すべての投資家が企業の長期的な計画に取り組んでいるわけではありませんけれども、PRI の署名機関ではそのような流れになっています。設立をしてから外部の環境、我々の外部環境というのはずっと変わってきています。大きく進化してきました。パリ協定も 締結されまた SDGs も採択されましたそしてまた言葉も変わってきました投資家の期待値もそして実践も変わってきましたですのでこれが我々の考え方ですこれは単純にリターンを便器者にもたらすということだけではなくて世界を考えるわけですその便器者の隅そしてリタイアしていく社会を考えるわけですそれをやるお手伝いを我々はしているわけです そして ESG の要素を投資の実践に組み込むという中でフォーカスが上がってきていくのは今後は責任あるその投資の実践を構築していくということです ESG に関して投資家が理解しなければいけないのはどうやってプラスの前向きな影響をポートフォリオにもたらしてネガティブな結果を減らしていくかということなんですその投資の方向性に関してです ますます投資家たちは認識してきています。フィードバックループがあると。現在の経済と金融市場の間でのループがあるということが分かっています。つまり、その自分たちの機会に対して大きな 直接的な影響があるということが分かっています。実社会に対しても影響がある、そしてリスクとリターンもあるということが分かっています。投資家たちはその問題に対応する責任を持っています。長期的なエコノミー、その経済やパフォーマンス、企業のパフォーマンス、そのポートフォリオの中に構成する企業に対しても,もう責任を持っています。でですので 署名機関は実にその結果をどう片づけるかということを理解しています今年も三年間の戦略を作りましたそこではその金融とそれから実世界の結果についての橋渡し役になっております署名機関はその実践がどのようなものなのかどうやってその結果を組み込んでそして測定するのかそして 自分たちの責任にどれをど,どう組み込んでいくのか社会をどう見ていくのかということを考え始めているわけです。その例として一つ申し上げられるとすればその社投資家たちがどうやって社会を片作くっているかというとサステナブルなファイナンスを使ってネットゼロアセットオーナー・アライアンスというものが作られたというものがあります。これは ポートフォリオをネットゼロ2050年までに実現するためのポートフォリオを作っておりましてまた短期的な目標もあります。2025年が最初の目標年となっております。ここまでで40ですが、年金基金ですとか保険会社が入っています。その体系的な気候変動による破壊によって影響を受ける会社だけではなく、 私たちはその脱炭素、経済の脱炭素に対して前向きな影響を及ぼすことができるはずです。そして今直面している課題としては、まあ、投資家だけではこれができませんので、ポートフォリオをなす企業の計画や目的なども貢献する必要があります。その企業がどう目的を作っているのかということに関してです。 そのアライアンスでは単純にビジネスと取り組むだけではなくて政府とも取り組んでいます。ロードマップを政府が作るわけです。これからのアクションに関して、そして投資家がビジネスに変化をもたらすようにしていくということです。そしてそのようなビジネスと投資家との対話というのはますます増えてきています。ピオナさんありがとうございます。 それでは次にすぐさんにお聞きしたいと思います日本の状況について伺います美香さん多の日本の企業ではトランジション計画を作っていますとりわけ2050年のネットゼロの発表があってからそのような動きがありますどうすれば日本の企業はこのようなトランジッションを助けていくことができるのかどのような課題があり MUFG ではどうやって対応しているのでしょうか はい。まず最初にそのトランジッションのネットゼロへのパスというのは異なっている。そ,、えー、その地,地理的なこと、あるいは経済の成熟性、えー、それから経済の構造や 地理的な再エネへの需要などによって異なります。これは場所によって全く異なります。それぞれのローカルな、まあ、地域な、あるいは国によるトランジションというのは、それぞれがユニークなものになります。日本は先ほど申しました通り、日本固有の問題があります。原発、それから再エネの拡大、そして電力を海外と共有するという問題があります。 状況はアジア全体で似たものがあります。電力の需要というのはますます高まっています。かん単純にグリーンになるということでは、成功裏に、えー、脱炭素をするためには十分ではありません。政府にとって、産業,産業にとって、そして金融業界にとっては、互いの信用をもとにして、えー、取り組んでいくことが必要になります。この それぞれの地域がなぜユニークなのかを理解するということ、そして産業のプロフィールについても理解し、立ち上がっていく必要があります。金融機関として MUFC が強調しているのは、ステークホルダーとのエンゲージメントです。これによってスムーズな脱炭素を助けていきたいと思っております。このコンセプトに合わせまして、我々の1000人のチームがソリューションを提供しております。 さらに、にすでに業界団体と対話をしております。また政府機関とも対話をしておりますし、そして優先顧客60社とも対話を始めております。我々みんなトランジッションを求めています。お客様の状況を鑑みた上でです。MUFG は理解しています。そこで大きな責任を担っているということを認識しているわけです。そしてまた分からなければいけないのはグリーンウォッシングです。 そしてグローバルなスタンダードを考慮し、ステークホルダーの観点も考慮して、環境 NGO も組み込まなければいけません。まず最初にそれぞれの国で透明性のある予測可能な重要な計画を作って、それぞれの機関を反映するようなものにしなければいけません。他方で金融機関は対話をクライアントと行っていき、 そして、クライアントのアプローチがパリ協定に見合ったものかということを評価していかなければいけません。適切なトランジッションの取り組みに関する評価という観点では、日本政府もステップを取っています。ガイドラインを作って、このトランジッションファイナンスのコンセプトを出しています。国際的なキャピタルマーケットアソシエーションの スタンダードをベースにしています。ここのガイドラインをもとにしますと、日本の金融機関は、単純に個々のプロジェクトにフォーカスをする。そして、ファンディングが必要なプロジェクトだけにフォーカスをするのだけではなく、トランジッションの戦略も目を向けなければいけません。信頼性、そして透明性も含めてです。そして、グリーンな戦略を打ち出さなければいけません。そういったトランジッションの戦略というのは、科学的な実証をもとに作る必要があります。そしては、 セクターごとのロードマップに従うべきです。今現在日本政府の方で作成中です。そしてそれはパリ協定と一貫性を持った状態で策定される必要があります。そういったロードマップが日本のユニークさを表現し、そして同時にグローバルステークホーダーにも受け入れられるものになるのではないかと考えております。すぐさんありがとうございます。大変素晴らしい回答だったと思います。では、リカルドさん。 にはブラジルの状況についてお話をお伺いできればと思いますブラジルはやはり天然資源に依存する必要があると思います例えば工業ですとかあるいは石油などに依存する必要があるとは思いますがその一方で再エネに関してブラジルは 取り組みを進めていると思います。ということで、環境、そして経済成長のバランスをどのように取られる予定でいらっしゃるのか、そしてブラジルにとって最適なトランジションパスは何なのか、そして国全体のトランジションはどうあるべきかについてお伺いできればと思います。たまさん、ご質問いただきありがとうございます。ファイナンシャルセクターは、リソース、エコノミーのリソースを、まあ、誘導するにあたりまして、第一、 大変重要な役割を担うかと思っています。ESG の観点をビジネス戦略に盛り込むことによって、セクターは新しい金融商品を提供することができると思います。テクノロジー、そしてグリーンのプラットフォームなどを提供し、そして新しいバリューを共有できるような機会を提供できると考えています。こういったトランジッションに、 のお手伝いをすることによってサステナブルな製品を提供しサービスを展開することによって ESG の観光をバリューチェーン全体に広げていきたいと考えています。取り組みの一つとしましては個人のお客様には100%の太陽光発電に関してクレジットを提供する。こちらは再エネに関しましては60億のファイナンシングそして150億 2025までに実現したいと考えています。そして新しいコンソーシアム、グリーングループが必要です。そして天然資源を効率的につき低炭素排出を実現する必要があると考えています。7億以上のセールスボリュームが実現できると考えています。我々の企業目標として、中、 のセクターーにもリーチしてていいきたいと考えていますブラジルにはサステナブルガイドラインがあります。経済の中の10のセクター、ーそして環境的なインパクト、農業、建設、そして電力に関しては特に高い目標が設定されています。 ダイバーシティ、そして気候変動なども社会課題となっています。そして排出量が高いセクター、鉱山ですとか、あるいは石油に関しましては、最も最適なサステナブルな観光を浸透させようとし、そしてそれによって環境保護をしていきたいと考えています。すべての取引は資金、 の移行や、そういった契約の満期を迎えて、社会的な要件を満たしたような取引をするようにしています。そして、ドキュメンテーションをしっかりと行うことによって、ファイナンシャルプロジェクトを進めています。アマゾン移行に関しましては、さらに制約を課しています。 気候変動の緊急性、そして深刻さということは我々も認識しておりますので、温室効果ガスの排出量を削減するために、よりグリーンなポートフォリオの移管へのお手伝いをさせていただいております。当後のオペレーショナル観点においては、コミットメントとして、温室効果ガス、 の排出量を2030年までに30%削減し、そして、当稿のエネルギーマトリックスをサステナブルな総数に変化90%変換するという目標も掲げております。そういったオペレーションの中で、4つの工場で2021年から稼働を開始する予定の工場があります。生産できないものに関しましては、こういった工場からの補填を行う予定でいます。 リカルドさん大変素晴らしいご説明ありがとうございますでは最後にアルベルトさんお願いいたしますエネルに関しましてはサステナブルファイナンスを2030年までに70%まで引き上げられるということなんですけれどもファンディング戦略が ESG の取り組みと一貫してそれかまた企業戦略とも一貫しているかと思いますそういった中で 金融機関、そして投資家に対してはどういったような期待を持たれていますでしょうか弊社はサステナビリティイズバリューというような枠組みの中で事業を行っています。要はサステナブルな選択というものは、企業にとって価値を創造するもの。それが事業コンセプトになっています。そして全てのステークホルダー。 にもそういったような取り組みを推奨しています。弊社はエネルギーセクターの事業を展開しています。ですから我々が行う事業というものは我々がエネルギーをどのように生産するかということに常に考えないといけない立場にあります。すべての生産に関しましては脱炭素、 を行わないといけない。そして、すべてのインフラのデジタル化を進めないといけない。これはエネルギー効率を上げるための取り組みです。そして、全員が、正しくエネルギーを消費するということが求められています。そういった中で投資家にエネ、えね、 るがどういった価値を提供するかという意味で何を投資家たちに差し示すかという意味ではこういった取り組みを示すことが分かりやすいと考えています。皆さんネットゼロですとかネットゼロのターゲットを掲げていらっしゃいますけれども実際にはどれぐらいの電力が使用されないといけないのかネットゼロではどれぐらいのエネルギー消費量になるのかということを誰も分かっていないと思います。 我々が活動を行うマーケットによっては、その電力量が非常に大きいところもあります。そして競争、競合の問題もないというようなことも考えられます。我々がこういったバリューを創出することによって、 他者に勝つこととができると考えています少しそしてこういったバリューがどのようにステークホルダーにわたって広がっていくのか皆さん一人一人ご存知のとおり全ての消費エネルギー消費を下げることによって 今現在の支出の30から40%を下げることができます。異なるエネルギー源を使うことによってそれだけ低減することができます。これがまさに価値です。GDP の価値ですとか、汚染のない、あるいは健康、あらゆるバリューにこういったトランジッションはつながっていくと考えています。これ ここそが皆さんにとととって明らかなことだと思いますつまり、測定可能で、そしてそれにまつわるストーリーをしっかりと全員がわかるように伝えるということが重要です。そういったバリューがさらに大きいバリューになるということ。それが大きいイコール消費者にとってそれがセービングズにつながる。そういうような考え方で、 弊社は取りり組んでおりますだからこそ我々がバリューを構築できるということを実証するという意味では緑だからサステナブルなのではなく皆さんは さらなるバリューを作るために選択をしているわけです。弊社はその価値を倍にした、3倍にしたということが、全員に対しての差し示す方法だと思います。これが全員にとってのバリューだということを見せると、こういった経済的、経済的、そして財務的なインパクトであって、よりわかりやすいものである必要があります。そしてそれが将来に向けて、 他の行動を変える、そういった SDG、70のコーポレーション、こういったものを前に進めるきっかけになるのではないかと思っています。アレブルトさん、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。大変洞察にとったコメントをいただきました。では、このセッションをまとめるに与えまして、皆さんそれぞれに2分間でお答えいただきたいと思います。 もっと共有したいと思われるお考え方、例えばリーダーとしてのビジョンであったり、あるいはもっと全般的な視聴者に対して共有したいコメントがあればお願いいたします。また今回もフィオノさんからお願いいたします。 はいいありがとうございますまずはじめにえこれまで皆さんがおっしゃったことに移動いたします。投資家のコミュニティというのはもっと,もっとますます取り組みをしなければいけません。投資家たちはそのインベストメントチェーンだけではなくて企業にもリーチをしてそして主要な株主にもリーチして,それしてそれを活用していかなければいけません。そして彼らの一部となりまして確実にこのトランジッションが行われるようにしなければいけません。カーボンニュートラルに向けてです。そそしてまたその価値も保護をするとということ先 共同を申し上げたようなことも必要ですこれはパートナーシップでやる必要があるんですビジネスとそして政府との間でのパートナーシップですまた気候変動について考えるときに一つ簡単な例を示したいと思います投資家はもっと求めているんです企業に対してですそして自分たちの声が届くようにしているんです2021年 その代理投票権なども見ても今までにないような状況になっています。気候変動や環境に関するような株主からの提案がされています。われわれは投資家とエンゲージをしています。570の投資家、そして50兆の AUM があります。そしてまた ガバナンスのフレームワークもしっかりしたものにして気候変動についても監督をするということ。そしてネットゼロのターゲットを設定してパスウェイも説明して、そしてまたきちんと報告をするということを求めています。また投資家というのはフラストレーションも感じているんです。一部の企業に対してです。なぜならそのトランジッションを行っていないからです。ですからエクソンでもかなり大きく変わりました。株主が その役員の変更を求めたりあるいは2030年までに排出を下げて45%削減しろというふうに求めていますそれから NGO もアクションを取っていますまた株主総会でも投資家がますます 排出を削減するようにガイダンスを出しているんです。ですから投資家たちは策を取っています。企業がますます変化をもたらしていけばと思います。そうすればもっと投資家は活動を高めていくということかと思います。フィオナさんありがとうございます。では次にリカルドさんお願いします。はい。か 何十年かの間で社会と環境に関するトピックというものが主なグローバルなリーダーにとっての権利になりました。この不安というのが次世代のビジネスリーダーにとっても問題を認識することにつながりました。彼らが活動しなければその利益はリスクにさらされますし会社もリスクにさらされます。 ですからベストな方法でその対策をしようとしているわけです。なぜかというと行動変容というのがますます目に見える形になってきているからです。若い人たちは社会そして環境の側面について自分たちが買うものについても考えています。この基準というのは自分が働く会社を選ぶときにもそしてやり取りをする会社を選ぶときにも基準となっているんです。ですから 社会もプレッシャーを出している。そして政府にもより厳しい規制の要求があります。ですから投資家たちはその ESG の情報に関する開示をますます求めるということにつながっています。サスティナビリティの文化というのは企業が現在とそれから将来のリスクを管理し、また機械も管理し、ステークホルダーに価値を生み出すために欠かせないものです。そして その我々がいる役職の中でもっと前向きな結果をもたらすことができるということも意味しています。グローバルのアジェンダに対してです。ここブラジルではパー、ブラジル銀行ではパーパスがあります。人々をケアすると。そして今まで進捗を遂げてきましたけれども課題があることもわかっています。ESG の問題に関しての課題があります。ですからこれからのパスは バンク銀行として、ブラジル銀行としてますますサステナブルにしていこうと考えております。最後に私からリーダーに対してのメッセージといたしましては、ESG の意思決定のプロセスに関してです。間違いなく、 株主に対しての価値をもたらすことは必要ですが、それ以上のことが必要です。すべてのステークホルダーに通して、対しての価値を生み出すことが必要なんです。リカルドさんありがとうございます。それではすぐさんお願いします。はい、ありがとうございます。えー、玉尾さんから最初の質問でも。 お話がありました通り MUFC というのは最初の日本銀行、日本の銀行としてカーボンニュートラリティを発表しました。またネットゼロバンキングアライアンスにも入っております。この目的に対してこれを進めていくということは重要だと思いますし、さらに2030年の目標を来年末までに 作り出し、そしてコミットメントを確実なものにします。我々がフォーカスをしているのは日本だけではなく世界です。持続可能な惑星を次世代に引き渡すために今こそ行動を起こさなければいけません。すべての関係者が自分のたちの役割を担うことが必要です。産業も、 その産業構造を変えてきていますそして日本の政府でも気候変動の活動に関する枠組みを民間のセクターとともに作っています気候変動というのは今年 G20、G7 でも会話に上りましたそして COP26 でもコラボレーションに向けての対話がされますこれはみんな発展であると考えられますしかし我々が楽しみにしているのは世界的に調和されたフレームワークです えー、そして、えー、開示のスタンダードににつながればと考えております結びに皆さん MUFG が最近コーポレートパーパスを出したことをご存知かもしれませんコミットしているのは明るるいい未来をエンパワーすすというものですこれによって脱炭素化を加速化することにもつながりますし世界のそのカーボンニュートラリーに向けての動きをサポートすることになります。 我々がソリューションを提供することによってです。我々は皆さんとともに協力をしたいと思っていますし、サステナブルな世界をチームとして皆さんと作り上げていきたいと考えております。ありがとうございます。非常に力強いパワフルなメッセージありがとうございます。それでは最後にアルベルトさん、視聴者に対してのメッセージはありますでしょうか サステナブルなビジネスモデル、それからエネルギー、エネルギーのトランジッションによって私たちが作り上げたい世界に対して表を投するということだと思います。それから資本主義の概念。今まで我々が持っていたこの概念ですが、これが全く変わってきています。向こう10年、15年で全く変わるであろうと考えられます。 私たちは最も重要なステップの一つを人類にとっての重要なステップの一歩を踏むことができる特権があると思います。我々の間で協力をすることができます。そして企業と政府、まあ、政府治家もこれは 単純ななスローガンではいいいととうことを理解しています今アクションにつながっているそして誰一人取り残すべきではないということを認識しています誰もそのような改革に向けて恐れを感じるべきではないのですこれは正しいことなのだというわけです多国籍企業には大きな役割がそこにありますそして グローバルコンパクト PRI もあります。私もグローバルコンパクトの共同議長でありますけれども、その金融業界としてこのトランジンションをサポートしようとしています。このすべての機関が協力をしなければいけません。そして時として適切なソリューションはどれなのかと。 聞かれることがありますけれどもすべてを組み合わせるということになります金融のソリューションだけではなくあらゆるものを組み,、えー、組み合わせるということが重要であると思います、えー、欧州委員会は適切なことをしていると思いますそしてその順調に進めています今厳しい目標を掲げていますし えー、大規模な議論が行われることになりますけれどもこれはサスティナブルな目標を達成するだけではなく新しいテクノロジーにもつながりますまた新しいテクノロジーのリーダーシップも生まれそれによって新しい世界が支えられるでしょうそしてあまたそこから新たな世界が生まれると思いますまた資本主義 ということでそれを変えなければいけません。これは単純に株主の資本主義ではなくステークホルダーの資本主義であるわけです。そして世界をちょっとだけ変えるというのではなくその我々のやり方の概念を大きく変えていかなければいけないということです。私からららは以上ですす大変素晴らしいいごご回答ありががとうございます残念ながら 終わりのお時間が近づいてきました大変素晴らしい見解を聞かせていただきました。全てのステークホルダーを関わらせるということが重要だということがおっしゃっていました。そしてアルベルトさんがおっしゃっていたことも大変重要だと思います。私の方で簡単にまとめさせていただきますが4社から聞いてサステナブルファイナンスはさらに トランジッションにおいて重要な役割を担うということだということかと思います。大変貴重な知見をいただきありがとうございました。そしてパネリストの皆様、本日はご参加いただき大変素晴らしい知見をご紹介いただきありがとうございました。